ちは、小田山です。動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画では、実質2日で無料レポートスタンドをあなたの家もレポートで埋め尽くす画期的な3つの方法についてお伝えします。よろしくお願いします。最初にちょっと1つだけ注意点として挙げたいことをします。この方法はメルマガアフィリエイト認証という初心者さん向きではない方法なので、この点はちょっとご理解していただけると助かります。ということで早速お伝えしていきます。まずここで使用するものはあなたのブログもしくはサイトです。このブログがあなたのレポート作成に大きな魅力を発揮します。では早速説明します。では順序ですが、あなたのサイトの記事をレポートにまとめる。ただこれだけなんですけど、もし時間があるならそこに画像や動画を入れるといいかもしれません。この方法については、下にリンクを貼っておきますので、そこからご覧ください。で、レポートスタンドに申請する。これが先ほどの注意にも言ったんですが、ブログやサイトの記事数が多くないと意味がありませんし、これはできないんですよね。で、その実際の私の画像を見せます。これは、この動画を撮った前で1月6日の画像になりますが、こちらが無料レポートというところで、こちらが無料という無料レポートのスタンドのサイトになります。で、次が、こちらがスゴ技で、こちらが無料レポートネットネットというところですね。で、最終的にはどうなるかというと、こういうことになります。このように、トップページなんですが、このように、ここにあるレポートは全部私のレポートで、一応人気のランキングにもここ一応あるんですね。こういうことができます。で、実際私だからできたというわけじゃなく、あなたにもできることなんですね。サイトに記事数があれば、それだけあなたのコンテンツがあるということで、それをワードにまとめるだけでできますので、あなたもぜひチャレンジしてみてください。ということで、無料レポートスタンドで、実質2日間で、レポートスタンドを選挙する方法についてお伝えしました。ありがとうございます。